おはようございます。ガチンコマッチョクラブの皆さん、そうですね、私たちも心がトンボですね。ああ幸せのトンボよってね、トンボっていうものが幸せとどう結びつくのかっていうのね、なんかよくわからないんですけども、ただなんかね、妙に心を打つんですよね。あの長渕剛さんっていうのは、その、ま、曲にですね、尾崎豊さんと同じようにメッセージを深く刻み込むのが、まあ粋だなと思いますよね。まあトンボっていうのはドラマにもありましたけども、まあおヤクザさんのねお話であり、相川翔さんもとのコンビもなかなか面白かったなってところなんですけども、結構ねトンボの中で私たちに忘れちゃいけない任侠道とか思いやりとかね、思いやりのシーンありましたよね。ああいうのをよく教えてくれたなと。それとあとトンボのテーマソングが随分マッチしててね、これは心強いなと思いました。きっとね、ミスター M さん、ホームレスになった時、なる前っていうのは、私たちと同じようにね、テレビドラマを見て一喜一憂した、そういうふうな少年時代だったんではないかなと。将来に夢を抱いてビジネスに参加して、そのビジネスにまあ裏切られてですね、ちょっと痛い思いをしてしまったという深い深い、思いがあったんだと思います。その中でトンボというものがね、自由に空を飛んでいく、その儚さとかね、切なさ、そして力強さってもの、いろいろとね思いがあったのかなと想像するわけなんですけども、その後ね、やっぱりそのトンボに、乗せられるようにね、トンボのこの羽の小さな羽ばたきもきっと今日に続いてるのかなと。まとめにくかったんですけどもねすいません失礼しました。まあそうですね、トンボに救われた話、これからも長渕剛さんのね曲も、おチャンネル登録増えてるじゃないですか。今チャンネル登録ミスター M さん105人いらっしゃいますね、これからもねこういう風な共感した救われた曲、こういったものの紹介をいただきたいと思います。私もね好きな曲って結構あるんですけどもね、まだそれは別の機会にお話ししようかと思います。それではトンボでございました。